Hello everybody, this is Cass. How are you?、Uh, today I would like to make a, a set of recommendations of how to、um, study English.、Uh, 今日ちょっと言いにくいんですけども、えー、特に留学中の人たちがこのようにして英語,英語の使い方を勉強したらいいということのアドバイスをします。えー、例えばアメリカに暮らしておりますですね、えー。日本と比べてカスタマーサービスのあれがちょっと違うように思うんですよ。だから結構 あの、何かこう、カスターサービスで間違いが結構あるようにな印象なんですね。その時に、えー、その対応の時に、わざと、えー、patients というかその、なんていうんですか、to be patient えー、わざとゆったりと対応して、怒らずに、そしてその場を切り抜けて、という練習になると思うんですね。えー、例えば、昨日、えー、自動車を なんか修理、まあ、ちょっとした修理に持っていったところ、なんか間違いですね。あの、タイヤ、タイヤを止めるためのなんかロックみたいなのあるんですよ、ね、もう。それの鍵をなくしてしまったんですね。で、それを車の修理に持っていったら、その、その、新しい部品がないのに壊してしまったっていうんですよ。ね。壊すのはいいんですね。壊してその鍵を取って、それ新しいのを作るんだけど、新しいのまだもないのにつけてしまったって言ったんですね。で、 だからちょっと時間かかりそうだって言ったときに、そこで、えー、怒ったりとかせずにあの、リラックスしたまで、o あです、オ s ケ k so I understand. Okay, so you're gonna have to get the new w o r k from, なんとかなんとかとこう、クールを保ったままで、えー、相手の思い、相手を思いやながら声が固くならないようにするんですね。そ,それからまたあの、その修理が終わりまして、値段を見たら、なんかこう間違ってるんですよ、一箇所。その部品が、 えー、40ドルのはずなのに、100ドルとかって書いてあって、それを、に、ね、クレームつけるときも、声を固くせずに、um, excuse me, I, 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 am kind of, I am studying the invoice and I feel like there's、uh, something that I don't understand. Could you explain this? というふうに、その、できるだけクールを保ちながら、相手の間違いであっても、なんか相手に、なんていうかな、 えー、悪い気にさせないように工夫しながら喋るんですね。で、その時に、シラブルの中の特に抑揚を大切になってくるんですよ。日本人は怒ると、それが硬くなってしまう。I'm looking at my invoice. こっちの方が。I'm looking at my invoice and, uh, というふうになんかこう、シラブルの中に抑揚をつけながら、invoice and I feel like I don't understand this. Could you explain it for me? っていうか、Could you explain it for me? とかって言うんじゃなくてね。 そうすると、店員さんの方が、もう親身になって対応してくれるんですね。えー、日本語って、これがなんでいいかというと、えー、今、アメリカの会社に就職していて、たまに、例えば、クライアントに対して質問をしなきゃいけなかったりとか、えー、相手がちょっと間違っているときに、それを指摘しなきゃいけないときあるんですけども、日本人の感覚でそれを言おうとすると、声が固くなってしまって、なんか、相手を、 アキューズしてる。相手をなんかこう攻めてるような響きになってしまうんですよ。そういうつもりではないのに。だから僕は気をつけて、えー、I have a question.、Um, could you explain how you can do this? Blah, blah, blah? というふうにこう、的確にクールを保って、で、できるだけその抑揚をつけて、そのシラブルの中に。Could you explain how are you? そしたら、その抑揚のつけ方も、ただ音程変えるだけじゃなくて、声、声の感じ、喉の感じをこう、 フレンドリーにすごい。ものすごい気を使って喋るんですよね。じゃないと、ちょっと気を許すと、えー、声が固くなってしまって、相手を責めてるように聞こえてしまうんですね。で、それは、まあ、会社に入ってからの話なんですけど、まあ、皆さん今、例えば海外に留学中の人たちがたくさんいると思うんですが、えー、特に日本っていうのはすごいカスタマーサービスで丁寧だったりするわ,けないるわけですが、海外になったらそう海外でそうでもない時があるので、 その時にそれを練習すると。で、覚えておくのは、その店員さんっていうのはその会社とかお店に働いているだけで、働いているだけで、その、その人たちが悪いわけじゃないわけですよね。その人たちは多分安い企業で、その、働いていて、普通の人なわけですよ。ね。いい気持ちで仕事したいなと思ってるわけで、その、対応してくれてる人は、その間違った人じゃないんですね。いろいろこう仕事の役割があって。だから相手が悪いわけじゃないですからね。 その人も普通に朝起きて今日はいい気持ちで仕事をしたいなと思って来とるわけですから、そのあたりを踏んで、そのあたりを理解して、その人、その相手の店員さんを責めない。ね、これで、これで練習する,するといいと思います。